はい、皆さんお疲れ様です。まいさんです。謎の大男、そしてふざけたあの質問、それを経て今ここに立っております。ちょっとスタート地点おかしいかな。あそこからちょっと歩いてきました。戦闘も兼ねて。この先が警察学校よね、うん、ちゃんとゲートを開けてくれたみたいだな。やれやれ、やっと着いたか。ここから先が警察学校でいいのよね。ああ、この先には舗装された森林道が続いているんだ。道なりにしばらく進めば警察学校の玄関に到着しますね。つまりまだ道があるの。なるほど。ま、迎えも来ないみたいだし、とっとと行くとしようか。ダメだ、どうもさっきの男が気になる。うん、ええ、強烈すぎましたからね。でも課長の用事にも応えないといけないし、なんだったら二手に分かれる。このまま警察学校に行く組と、クロスベル市に戻る組か。それもありかもしれないね。いや、このメンバーで二手に分かれるのは早すぎる。ただ念のため捜査一課には連絡しておこう。なるほど、いいかもしれないわね。もう相変わらずロイド冷静で安心しますわ。クロスベル警察捜査一課です。エマさん、先ほどはどうも。バーニングス捜査官、どうしました？先ほどの件について進展が。いえ、それとは別件です。実は赤毛で赤眼の異常部、年齢は40代くらいですか。車や鉄道、飛行船を使わずに徒歩で街道を通ってくるなんて。そうだね、確かにそれだけでも。わかりました、こちらも気をつけておきます。そちらはセルゲイ課長の要件を果たしてくるといいでしょう。ありがとう。はい、お願いします。一家のお姉さんに連絡がついたみたいだね。ああ、これで少しは安心だろう。それじゃゲートをくぐろうか。ええ、行きましょう。了解しました。ああ、あるよ。ああ、でもいい曲。ああ、いいな、この自然あふれる感。ここがノックス森林地帯。話には聞いていたけど、かなり奥深い場所にあるのね。やれやれ、こんな場所を歩いていかなきゃならないのか。どうにもスマートじゃないね。ま、これも支援課のスタイルだと諦めてもらうしかないな。しかしワジ、文句を言いながらへばってる感じじゃないな。てっきり都会っ子らしく音を上げちゃうかと思ったのに。それだとさ、バルドとさ張り合えてる理屈にはならないよね。ただの痩せ我慢さ。さっきから足がガクガクで。あ、嘘だ嘘だ嘘だ、絶対嘘だ。そろそろリーダーにおぶってもらうとしようか。絶対嘘だ。全然大丈夫そうだな。ねえ。先を進みましょうか。ちょっとワジが来て面白くなったね。さらに支援課、そっか、お前こんなに面白いキャラしてたか。あら、何かしら、あれ。ザイル？ザイルじゃねえな。下にザイルが伸びているみたいだけど。ザイルでいいのね。ああ、あれはサバイバル訓練用の演習場に降りるところだよ。まさかと思うけど、ロイド経験済みとか？サバイバル訓練。サバイバル？文字通りなの？この下は樹海になっていて、視界も悪く獣道しかありません。そんな環境で限られた装備と糧食のみで数日間を。私には無理そうね。うん。僕もさすがに勘弁だな。ヴィンテージもののワインと
洒落たオードブルが出るなら考えてもいいけどさ。ま、せいぜいチーズ味の乾燥したレーションくらいだな。俺も捜査官試験のためにサバイバル訓練は受けた。いや、正直かなりきつい訓練だったよ。そういえばランディ先輩、ここで訓練をやってるんでしょうか。そうなの。そうか、可能性はあるかもしれないな。他の演習場でやってる可能性もあるけど。確か彼、操られた警備隊員のリハビリに付き合ってるんだっけ。あ、もしかして負担がでかすぎてとか。ええ、新しい警備隊司令の要請でね。早く訓練が終わって戻ってくれるといいんだけど。あれか、負担がでかすぎて体がガタガタきてるからリハビリってやつ。ああ、そうだな。まあランディ下にいるんだったら会いに行ってみたいけど行けないみたいだね。あー、やっと着いた。これがゼロで行けなかった警察学校。さてと、ここが警察学校の建物だ。やっと到着か。本当だよ、マジと同じ感想。さすが森の中だけあって閑静な場所にあるのね。課長はどこにいるのかしら。とりあえず正面の入り口が警察学校の受付になります。中に入ってみましょうか。ああ、そうしよう。って言いつつ、あら、そっちの建物は。ああ、拘置所だよ。あ、学校の隣にあるんだ。警察学校の隣の敷地に併設されているんだ。それじゃあアーネストさんはこちらの方に。そういうことだね。ああ、ダドリーさんたちが収監したばかりの。じゃあルバージュたちもここにいるのか。面会を申請すれば会えるかもしれないけど。やめておく。ていうか会わなくていいよ。ひどい目に遭ったみたいだし、今は自分を見つめ直す時間が必要だと思う。ほんと優しいねお前。いずれ機会を見ておじい様と訪ねてみるわ。そうか、それがいいかもしれないな。なんかいろいろあるみたいだね。うん、私も詳しくは知らないけど。さ、おい課長、おまた。おお、やっと消えがったか。ロイド君、ノエル総長、しばらくぶりだね。ただいま到着しました。遅くなって申し訳ありません。うん、さっき連絡があったが暴走車の取り締まりを手伝っていたそうだな。あ、そうなんすよね。ま、そういうことなら遅刻も多めに見てやろう。ご苦労だったな。ありがとうございます。それと保安事務長、ご無沙汰しています。お元気そうで何よりです。ノエル君とはこの前の定期演習以来か。ロイド君は卒業以来だから10ヶ月ぶりになるかな。いや、しばらく見ないうちにすっかり立派になったもんだ。でしょ。まだまだ半人前ですよ。察するに警察学校の責任者といったところかな。うん、周辺施設の管理全般を担当されている保安事務長だ。いやいや、そんな大層なもんじゃないよ。それじゃあセルゲイ君、ミーティングルームは自由に使ってくれたまえ。ええ、そうさせてもらいます。さて、時間が惜しい。早速始めるからとっとと着いてこい。あの、
セルゲイ課長。結局どんな要件なんですか。なんだ、まだ気づいてないのか。いろいろヒントはあったはずだがまだまだひよっこってところか。なんかムカつくな。待ってください。いろいろなヒント、この場所に俺たちを呼ぶ意味、もしかして。もう、うわー、カニングしたい。これマラソン不足かな。確かに完走はしてない、マラソンは。動力ネット技術、これ、これはもう絶対ないよ。無理だから。捜査官試験の講習。交通基本法。選べるだけ、まあ、ありがたいか。一番簡単なのこれないよ。交通基本法の講習。一応俺免許も持ってるから、わかるんだけど。警察といえばこれ。一番簡単なのはこれ。で、これはもう門外漢。消去法だな、これは。絶対どっちかのはず。簡単なやつでいこっか。一番簡単なやつで。おい。そうか。交通基本法の講習ですね。あ。正解だ。合ってたんだ。ひどいよ、もうこの選択肢。ちょっとどこにヒントあったか皆さん後で教えてください。わかんなかった俺。それはもしかして車が支給される、特務支援課に。ああ、この度特務支援課に動力車が支給されることになった。おめでとう。これを機に交通法のイロハを頭に叩き込んでもらうぞ。以上が動力車を扱う上で最低限覚えておく交通基本法だ。一応頭に叩き込んだか。なんとか。やれやれ、こんなところで授業が待っているとはね。いやいや、もう捜査官うんちゃらよりずいぶんマシよ。でも思ったよりも簡単なルールしかないんですね。さっきの暴走車の事件みたいに外国人への罰則が弱い面ももちろんありますけど、この先動力者が増えてきたらこれだけでは対処できなさそうな気がするんですが。そいつは今後の課題だな。自家用動力者が普及し始めてからまだ10年と経っていない。いずれより厳密なルールが求められることになるだろう。外国人への罰則などに関してもな。これさっさとやった方がいいよ本当に。今だと役所に申請すれば簡単に運転免許が交付されるわけですけど。それはダメ。確か試験制度の導入も検討されているんですよね。いや、もうさっさと実行してください。そうなった場合は各種講習に実務試験も入ってくるだろう。ま、とりあえず今日のところは基本のルールを叩き込んでおけ。実際の運転はノエル、お前にやってもらおう。はい、了解しました。そうか、ノエルは当然動力車を運転できるんだよな。警備隊車両をあれだけ自在に運転できるくらいだものね。かっこよかったよ、あの太陽の砦に向かってる時のあれ。もう惚れたからね俺ノエルに。へえ、そうなんだ。入隊して以来指令に叩き込まれたから。よし、それじゃあ早速お前らに動力車を支給する。外に用意してやるからついてこい。
あったっけ車。とんだサプライズだな。ええ、課長も人が悪いわね。しかし動力者か。僕はあんまり詳しくないけど、ベルヌ社かラインフォルト社のどちらかになるんだっけ。うん、おそらくそうでしょうね。自家用動力車といえばその2大メーカーしかないからね。でベルヌ社の方が老舗でラインナップも豊富なの。小型車から中型車、バスまで手広く扱っているし。でラインフォルトは、ラインフォルト社が出しているのは運搬車やリムジンが多いのよね。なるほどね。ええ、どちらかというと頑丈で高級なものが多いですね。動力列車や動力戦車の技術を転用したものが多いみたいですし。うん、いきなりで実感がなかったけど、ちょっとドキドキしてきたな。よし、見に行ってみよう。サイスは車作んないのかな。飛行船作れるんだから行けるでしょう。あー、かっこいい。これが特務支援課に支給される動力車。え、めっちゃかっこいい。え、好きだこの車。あー、これ GTA で再現してみようかな。悪くないデザインだね。これ GTA で再現してみようか。この前あのバンの車再現してみたけど。デザインラインですけど。そうだね。正解だ。こいつの型番は XD78 リベール製サイス中央工房の。俺伏線で言ったつもりないぞ。まさかの回収されちゃった。車作ったんだ。 ZCF か。動力車を開発していたんですか。そんなに驚くことなのかい。ええ、リベールは国土が険しいこともあって動力車が普及していないの。その代わり ZCF は世界最高の飛行船メーカーとして知られているんだけど。その ZCF が動力車を開発したなんて。輸出に力を入れ始めたんかな。スペックは、最高時速はどのくらいですか。どうどう、落ち着け。何でも飛行船用の新型エンジンの小型版が搭載されているらしい。最高時速にしたら1500セルジュは硬いらしい。おお、まあまあいいんじゃない。すごいです。鉄道以上の速さですか。でもよくこんな車を手配することができましたね。まだ正式に発売もされていない新型みたいですけど。ああ、本当ならお前らに支給されるはずがない代物だ。こいつを融通してくれたのはディーター新市長でな。さすが。ディーター市長が？確かにおじさまなら ZCF との付き合いもあるから納得ですけど。はあ、さすがは天下の IBC 総裁ですね。ここまで用意がいいと逆に警戒しちゃうけどね。あるんじゃない、もしかしたら裏が。まあその分働いて返せってことだろう。荷が重いんだったら辞退することもできるぞ。その場合警察で採用されているベルン社の汎用車を回してやる。いえ、ありがたく使わせてもらいます。もう動かせるんですか。整備と試運転は済んでいる。ほら、こいつがキーだ。なんだかちょっと感慨深いねえ。特務支援課だけの。そうね、一家の人たちを羨ましがってたのが懐かしいわ。見せびらかそうぜ一家に。それじゃあ早速ひとっ走りしてみるかい。ああ、せっかくだからこれでクロスベル市に戻ろう。ノエル、運転をお願いできるか。ええ、お任せください。そんじゃ俺も便乗させてもらうとするか。じゃあ課長は後部座席のど真ん中で。どうしますか。どこに行きますか。はあ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 、ゼロの時みたいなああいう選び方ね。
ガレージなんてあったっけ。ああ、そういうことか。お安いご用です。あれガレージなんだ。はあ、新車の香りがする。ハンドル周りも使いやすそうだし、これはものすごくいい車ですよ。シートの座り心地もいいし、内装のデザインも悪くないなかなか気に入ったよ確かにいい車みたいだな。それにこの広さだったら8人くらいは十分乗れそうだティオちゃんとランディが戻ってきても大丈夫そうね。ま、とにかく発信してみろ。車の良し悪しってのは転がしてみてなんぼだ。はい、それでは発信します。おいいなこの車、俺好き。俺スポーツカーとかよりさ、こういう車とか、あとクラシックカーとかが一番好きなんですよ。あとで GTA の俺の好きな車とかも乗せちゃおう。お、貨物列車。あー、絵になるね。あ、でも左走行やってないね。左側走行。かわいいな、かわいい。これはすごいな。ええ、スピードが出ているのにすごく安定しているし、エンジン音もとっても静かだわ。それでいて心地よい振動が感じられるのも憎いよね。さすがは天下の ZCF だな。俺も個人的に一台乗り回したいくらいだぜ。ああ、警備隊の装甲車もお気に入りなんですけど、浮気しちゃいそうでなんだか後ろめたいです。かわいいかよそんなものなんだ。やばい、どんどんノエル、どんどんノエルに首だけになっちゃう。カーマニアならではの感性みたいだね。あ、これザイルがあったところじゃね。あ、やっぱりそうだ。すげえ動力者だな。ランディ、久しぶり。ランディ、あなたね。え？ミレイユさん、顔ぐらついたの？めっちゃ美人やん。え、ミレイユさん、そんな美人だったんだ。丸5日のサバイバル訓練明けなのに、なんでそんなに平気なのよ。いや、もう、ランディはね、多分怪物レベルだと思うよ。正直クタクタさ。一緒にシャワーを浴びて同じベッドで眠りたいくらいだぜ似合ってるようで似合ってないようで。もうバカなことばかり言って。それにしても見たことのない車だったわね。警察に導入されたベルヌシャあたりの新型かしら。違うんだな。いや、 ZCF 製みたいだな。まさかあんな高そうな車が支援課に支給されるとはな。よくわかったね。 ZCF って動力者は作ってないはずだけど。それにどうしてあなたの課に支給されたなんてわかるわけ。いや、ロイドとお嬢が車内に座っていたからさ。課長と新人たちも乗ってたし、多分うちに支給されたんだろう。よくあんな遠くの車内まで確認できるわね。 ZCF 製っていうのも車体に書かれていたから。ああ、ハヤブサが書いてあったね。ああ、ボディの脇にエンブレムが刻まれてたぜ。いやーこりゃ帰るのが楽しみになってきたな。早く帰ってこい。ねえランディ、やっぱりこのまま警備隊に戻ってこない？え？だってあなたの能力はどう考えても軍隊向きだし、それにライフルだって今回の訓練ではちゃんと模擬弾を使った演習だからな。
実戦じゃ使い物にならねえのはお前も知ってるだろう。でも、ああ、ま、ピンチになったらいつでも駆けつけてやるからよ。リハビリ訓練の仕上げといこうぜ。分かってる。遅い。いつまでグズグズしている。あと10分で全員登ってこないと、もう半日延長するわよ。自分がクタクタだったのに。イエスマム。もうヘビは嫌だ。ダラダラするな。迅速かつ安全に登れ。たく、やれやれ、鬼上官だね。うるさいバカランディ。うわい。